はい、よろしくお願いします。今回は、数3の接線と放線、2をお送りします。で、前回接線と放線スタートだったので、ポイントでね、公式を含めて一番基礎的な問題確認させてもらいました。で、今回は違うタイプの問題3もありますので、一回ね、ここで動画を止めていただいて、ぜひチャレンジしてみてください。で、やってもらった後に分かんなかったり、不安なところがあれば、今からね、自分が全部解いていきますんで、聞いてもらえたらと思います。いいかな？では、早速ね、まず1番からやっていきますので、どうぞよろしくお願いします。よし、じゃあ行きましょう。で、基本的にはね、前回の公式を使っていくんですが、接線と放線って言いながらね、今回放線出てこないんですけど、どうしてもね、接線の方が問題数というか出てくるのはね、多くなります。で、まず1番は y= タンジェント x。こいつが主役です。で、こいつについて、傾きが2っていう情報だけゲットできてる。で、その時、接線の方程式求めなさいという問題。で、前回までは、曲線があって、曲線があって、接点が分かってたんですよね。この点 P における接線って。だから、接点が分かってれば、公式使えばもう出せるんですけど、それができないと。じゃあ、どうやっていくかっていうと、で、今回ちょっとね、3問詰め込むんで、途中結構端折って書きます。すいません、言葉細かいの書かないんですけど、用意するものは、まずその曲線の微分したもの、y'。これ必ず使います。で、タンジェント x 微分すると、コサイン次乗 x 分の1と。まずこれ用意して、もう1個です。さっき言ったように、接線を求めるには、接点が必要なんです。接点。だから、自分で置く。そう、自分で置きます。で、x 座標、好きな文字で置きましょう。で、t でもいいんですけど、タンジェント t がちょっと個人的に嫌なので、a にしましょうか。ね、x 座標置いてください。そしたら、x 座標に a を入れると、y= タンジェント a になるので、つまり y 座標=タンジェント a だから、こうやって接点を置くことができます。これ接点ね。自分で置いたやつです。で、今回1番は必要ないんですけど、これがね、y' も分かってて、接点も置ければ、あと公式で接線を置けるんですよ。一応書きましょうか。はい、y から y 座標を引きましょう。タンジェント a を引いて、で、傾きこいつですね。で、これに x 座標入れればいいから、a を x のとこにぶち込んで、コサイン次乗 a 分の1、x から x 座標を引きましょうと。これが接線です。今自分で置いたものをフルに使ってね。で、今回傾きが2って与えられてるので、ここです、傾き。コサイン次乗 a 分の1。こいつが2なんです。つまり、コサイン次乗 a 分の1=2となります。で、どうしようかな。縦に行くか。で、これね、両辺も逆数にしちゃったら楽かなと。こうですね。両方ひっくり返す感じ。で、2乗を取りたいので、コサイン a プラスマイナスルートがつきます。で、ルート2分の1なんで、ルート2分の1にしときましょうか。で、ここでポイントなのが、わざわざ問題で今回 x をね、範囲を、定義域を与えられてると、0から2分の π。つまり0度から90度ですよね。ってことは、x と a 今同じなので、a も0から2分の π になります。ここでね、一応書きましょうか。a がね、0から2分の π、ギリ入るかな？なので、コサイン。0度から90度の範囲って、コサイン絶対プラスですよね。そう、正しか取らない。だから、コサイン a は、今回、ルート2分の1ですと。これがわかる。で、さらに、コサインがルート2分の1になる。しかもこの範囲でね、なるのって何かって言うと、45度の時ですよね。a が、ルート2分の1を取るのって。つまり、こっから、45度、つまり4分の π ですね。a が4分の π っていうことがわかるんです、ここで。で、a がわかることによって何が起こるかっていうと、接点がわかるんですよ。だって a4 分の π でしょ、こう。で、タンジェント a も a 入れればいいからさ、タンジェント45度って1なんで。ということで、接点がわかりました。だから、一応書こうか。今回ね、3番はそうしたんですけど、よく接線の方程式と接点の座標ね、両方求めなさいっていうタイプもあるので、そしたらね、接点の座標はここで。こんな感じね。4分の π のタンジェント4分の π なんで、こうですね。これ接点なんですが。入れてください。で、あとは接線を求めたいので、じゃあ、こっちで書きましょうか。y から y 座標を引いて1ですね。で、コサイン、a のところに4分の π 入れると、コサイン45度はさっきのルート2分の1です。で、2乗すれば2分の1なんで、まあ、2分の1分の1だから、まあ、結局2ですね。っていうか、ごめん。そんなんやんなくても傾き2だった。ごめん、傾き2だね。2で、x から x 座標、4分の π 引きましょうと。ね。で、これまとめてもらえば、y イコール、2x、まあ、1先持ってきましょうか。プラス1のマイナス2分の π と。これで接線の方程式完了となります。いいかな？ではでは2番行きましょう。で、問題のタイプ、まあ、2番3番似てますけどね。まあ、1番2番3番共通してやることは y' と接点用意しましょうっていうタイプです。で、2番の、主役は y イコールログ x。これが主役です、今回。で、今回は、傾きがいくつとかの話ではなくって、ほにゃららから引いた接線の方程式求めなさいっていう問題です。今回は原点です。間違っちゃいけないのは、これ接点ではないので、外だよ。外の原点からその曲線に向かって引いたもの。まあ、適当に書くと、こう曲線があった時に、原点がここにあったら、ここを通るように、こうやって接線引いたりで、こいつの接線求めなさいと。いうタイプね。接点ではなくてね。まあでもやることは同じです。攻め方はね。どうするかっていうと、まずじゃあ微分しておきましょう。ログ x 微分すると x 分の1ですね。で、もう一個、接点用意したいので、まあ a で統一しましょうか。x 座標 a にして、ここに a 入れると y イコールログ a。つまり、y 座標ログ a。これが接点です。いいかな？で、今回はもうこのまま、この2つを使って、接線の方程式、さっきね、ここに書いてたやつを書いてしまいましょう。y から y 座標を引いて、y 引く、ログ a。で、傾きはね、この x 分の1なんですが、それに a を入れたものなので、a 分の1、かっこ x 引く a と、まあ、こうなります。まあ、整理しても構わないんですが、このまま行きましょう。で、これ接線なんですよ、方程式ね。で、ここからどうするかっていうと、今、原点から引いた接線の方程式。さっき図書きましたけど、外から引いたとしても、接線が原点を通りますよね、当然。ってことは、こいつに原点の x0、y0 を代入することができます。通るから。その場所をね。じゃあ、代入して00なんで、マイナス、ログ、一応書こうかな。で、ちょっと待ってね。00、まあ、原点ほどもいいけどね。通るので、マイナスログ a イコール、これ0だからね、マイナス1か。こうなる。ってことは、まあ、丁寧に書くとログ a イコール1なんで、a イコール e ですね。ってことは a が分かりますと。まあ、こっちも同じでね、a が分かってしまえば接点が分かるから、この瞬間に。じゃあ a が分かりました。これね、3番が、半番入るかな。じゃあちょっと上げて、じゃあ接点が戻すと、e のログ e なんで1ですね。これが接点。e の1、接点になって、でも今回はね、2番は接線の方程式求めなさいなんで、じゃあ同じように求めると、y から、1引いて、傾きは a に e を入れたものだから、e 分の1。1、かっこ x から、こうですね。引いたもの。で、あとはこれを整理してもらって、y イコール e 分の 1x で、ここマイナス1になって消えるから、こうか。y、あべ、回った。やべ、入ってるかな？入って OK。y イコール e 分の 1x と。で、3番みたいにもし接点の座標を求めなさいって言われたら、これ、e の1。これが接点の座標になります。では、ラスト。まあ、2番と3番似てますけどね。主役が y イコールルート x になります。で、原点ではなくって、マイナス2の0から引いた接線の方程式とまた接点の座標を求めなさいなんですが、まあ、やることは同じです。じゃあ、まずね、微分したもの用意しましょう。そろそろいっかね、ルート x 微分するとっていうのは、まあ、いっか。もうかなり出てきましたからね。これ暗記しちゃった方が楽かなと思います。2ルート x 分の1ですね。ルート x 微分すると。で、これで、あとは、接点用意しましょう。で、まあ、また a でいきましょうか。x 座標 a にして、ここに a を入れると y イコールルート a。だからそれが y 座標になるので、こうなる。これで準備完了。じゃあ、同じように書いていきましょうっていうことで、y から y 座標を引きましょう。で、a をね、入れたものだから、2ルート a 分の1、カッコ x から x 座標の a を引きましょうと。まあ、ちょっとややこしいですね、見た感じは。で、これがマイナス2の0を通りますと。この3番の方が若干計算がめんどくさいので入るかが非常に不安なんですが、マイナス2の0を通るので、ここに0、x にマイナス2を代入すると、マイナスルート a イコール、ここにマイナス2なんで、約分されて、マイナスルート a 分の1。で、あれは約分しちゃってもいいかな。約分しなくてもいいか。このままちょっと配りますね。約分せずに。ちょっとこの後にやること考えると別に約分する必要はないね。こうか。となりましたと。まあちょっと嫌だよね、この形ね。で、どうするかっていうと、まあこれ、多分攻め方はいろいろあるのかもしれないですけど、自分は全部、両辺にルート A をかけちゃいました。ルート A かけたら消えるし、ルートがって思って。で、今、はい、このままいっちゃうか。まあかけて、で、ルート A かけると、大変、まあ、ルート A かけるルート A は A なんで、こうなります。マイナス A になる。で、ここはルート A 約分されるから、マイナス1になりますと。で、ここも約分されるから、まあ、こうしちゃいました。自分はね。で、あとはこれをまとめて、こっちもマイナス2分の A になるのか。だからかけると A イコール2だね。ちょっと端折りましたけど。A イコール2になりますと。で、これによって、今回は接点も持たなきゃいけないんで、一応下に書いておこうか。接点は、2のルート2。これが接点です。接点。で、まあ、それも出てるので、あとはじゃあ普通に代入して、さっきとね、同じようにやっていくと、y から、ルート2、y 座標を引いて、で、ここか、a に2を入れるから、2ルート2。ほうほう。こうなって、x-2 となりますと。はい。頑張りましょうか。まとめると、ちょっと待ってね。2ルート2分の 1x で、こっちがマイナスルート2分の1で、持ってくるとルート2か。まあこれ有理化しちゃいましょうかね、全部ね。ここ有理化すると2分のルート2になるので、これまあまとめると、計算と2分のルート2が残りますと。で、こいつも有理化しとこっか。じゃあ、有理化して、4分のルート2か。になりますんで、y イコール、4分のルート 2x プラス、2分のルート2と。入った。はい、これでね、終了と。いう風になります。まあ、最後別に有理化しなくても OK かなと思うんですが、まあ、個人的にはちょっと気持ち悪かったんでね、有理化しちゃいました。ただね、まあ、3つの問題通してやってることは、まあ、微分したもの、ね、まあ、使うのと、もう1個は接点がないので、だから自分で文字使って接点を置いていこうぜって。で、ここはね、最初置かなかったですけど、でその接点を置ければ、接線がね、こういう風に置くことができますので、そっから切り崩して、A を求めて、で、まあ、接点が必要だったら接点も書いてっていう感じで、ぜひね、問題解いていってもらえたらと思います。では、今回はね、接線と方線、丸2をやらせていただきました。今回の授業はこれで終わります。以上です。ありがとうございました。